マスキさん、船木ウルカです。すごいよ、これも高いな、すごいな。いや、佐々木ウルカの MMA でのキャリア14年、そのネクストに選んだのがここプロレスリングノアでの戦い。井上さん、はい、1.2 デビューでもうすでにシングルタイトル体感歴ありですからね。デビュー半年で GAC ナショナルベルトを取りましたけど、この船木選手の間に付き合ってないですね、ウルカ選手、はい、自分の間に入ってきましたね。やはりそのスピードというところではアドバンテージがありますか、佐々木ウルカですね。船木選手、手を出してね、間を取るんですけども、そこに付き合わなかったですよね。さあ、佐々木ウルカ、一つ前、第12代の JC ナショナルチャンピオンです。そして船木正和は第8代のナショナル王座、デビュー最長体感記録37年10ヶ月を持つのが船木正和です。デビュー最短体感記録は佐々木ウルカの6ヶ月です。ウルカ選手がアクレス系を狙ったら船木選手がアンクルコールを返してますか、ね、いやー、そうですね、マーシャルアーツルールではないんですけれども、通常のプロレスルールながら、松木さん、はい、いつ終わってもおかしくないんですよね。この試合はしっかりじっくり見ないとですね。さあ、どちらも互いのペース生かせません、握らせません。上からがぶっているのは船木です。ウルカの動きを止めにかかります。そこをサードの体勢で持ち込もうという佐々木ウルカですが、立てません、立たせない。さあ、しっかりとマットに釘付けしているが、いやー、上になっている、上になっているのは船木です。ウルカ選手がタックル入って上になろうとした瞬間に船木選手がマウント取りました。そうですね、そのまま体の勢い流れを使って船木が上へ。さあ、そして腕を取る、これはウルカ、クラッチが離れてしまったが即座に対応しました。クラッチが離れた瞬間に体を入れま変えましたね、ウルカ選手が。その危険というもの、察知能力高いものがあります、佐々木ウルカ。ウルカ選手楽しんでますね。ウルカ選手はすごい笑ってましたね、楽しんで。いや、もう本当に松木さん、そのウルカが言うヒリヒリする戦いというものを各選手が楽しんでるのが伝わってきますよね。 いいですね。ウルカ選手は毎回びっくりするんですけど、かっこよすぎませんか。いや、もう本当にそうなんですよ、もう今55歳ですからね。いや、ちょっと異次元ですね。キャリアは39年と7ヶ月を誇ります船木正和です。その船木に対して佐々木ウルカ、ヘッドロックのプロレスの攻防を仕掛けました。さあ、ショルダーです。ここは佐々木ウルカがこのデビューからの期間中に身につけた技術というもの、勢いというもので、はい、対峙しますが、いやー、レグラリアット生かせません。船木が読んでいます。ウルカ選手が船木選手のヒップトスを引き出しましたよね。いや、そうですね、いわゆるプロレスの試合。そしてジョシュ・パーフェクト、なんということだ、ジョシュ VS 藤田。いや、井上さん、はい、まあ、例えばですが、プライド、戦国、ロマネックスなどなど、同じ大会、同じ空気を踏んだことはあるんですけども、絡みはほとんどないんですよね。2000年代の総合格闘技の最前線ヘビー級を張ってた2人ですよね、はい。2014年の大晦日、猪木ボンバイエゲロームスペシャルタッグマッチ、藤田和幸、ミノワマン VS ジョシュ・バーネット小川直也戦、この時も本当にわずかなコンタクトでした。ジョシュ選手はもう対戦したうちに入ってないみたいなことを言ってましたからね、はい、まあ、ほぼ初対決というコメントを残しますよね。そうですね。さあ、どちらが主導権を握りますか。バック取りましたね。背後に回っている、しかしすぐに藤田が立ち上がる。いやー、マスキさん、はい、超ヘビーのレスリング合戦ですよね。もう立てば歓声がね。おっと、このままジョシュ・バーネットが引き込みました。でかいな。ジョシュ・バーネットはロープなしのリングにおいてフォールなしルールのブラッドスポーツ、自らの戦い方、自らのプロレスというものを追求しています。まあ、求道者ですよね、本当に。そうですね、もういろんなね、この戦いの中でプロレスというね、
競技を、ね、突き詰めている人ですよね、はい、先ほどもお伝えしましたカール・ゴッチ、ギル・ロビンソン、そしてアントニオ猪木の遺伝子を受け継ぎます。ならば藤田はアントニオ猪木最後の後継者と謳われた男。さあロープに詰めていきます。プロレスルールなのでロープブレイクがありますからね、はい、分厚い2人かなりよった野獣がケンシロウに火をつけた。さあこの超ヘビーの2人が突然の打撃戦、テクニック合戦じゃなくてもう野獣の戦いになりましたね一瞬で。そしていやーとてつもない、ちょっと迫力バトルが始まっている。ボディへ細かい打撃、それでエルボーコーナーへ触ってフナキンスイッチですが藤田が引かない、藤田が引かない、カチンと来ています。怒らせた、これは続きが楽しみだ。ジョシュ